はい、今から織姫隊が、アマチュアの舞台のアメ横センターの、ロケ地を、紹介します。さあ織姫を、追っかけに行きましょう。さあここがアメちゃんの舞台になったアメ横センター。さあここが織姫ですね。はい、ここ何ですか。はい、説明してください。ここ何、ここどこ。あ、とかあなた誰、まず、あ、あなた誰。はい、誰。私たち、はい、私たち道の癖になる織姫隊です。はい、ここ何ですか、説明してください。はい、ここはヒロインのアツと、はい、はい、あきがゆいちゃんに向けて電話をしてたところでもあります。はい、じゃあちょっと説明しましょう、どういうシーンだったか。はい、レナさんがアマちゃんのヒロインとあき役をしました。じゃあちょっと人形使って。はい、はい、まず一つ目が、はい、はい、もう一つがアキがユイちゃんに向けて電話をしていたシーンなんですよ。はい、はい、そうなんです。じゃあこの階段使っていいっすよ、説明してください。ありましたね、こんなシーンね。それ今誰役？種先生役？メイチ先輩役です。本当？じゃあ他にもちょっとロケ地って書いてある、ちょっとプレートを案内してください。はい、はい、どうぞ。じゃあ何、あ、この人形を持ちながら、はい、はい、どうぞ、案内してください。じゃん、アマちゃんのロケ地です。イエーイ、はい、他にもあるね、プレート書いてあるね。じゃあこっちか、はい、はい、じゃあ降りてって。 あっちにもあります。おお、なんか今日そうフルメンバーなんだよね、織姫ね。いや、マイナス1です。あ、マイナス1。はい、はい、さあじゃあちょっと OK、 じゃあちょっとアメ横ちょっと案内してもらいましょう。行きましょう。あ、なんか今日もう一人友達いるんだね。はい、じゃあ呼んで、誰ちゃん、せーの、ママちゃん。はい、今日織姫もう一人メンバーいます。はい、じゃあそのパンダちゃんと一緒に、はい、ついていきましょう。はい、いいよ、よいしょ。はい、じゃあ固まって固まって、はい、メンバー固まって、はい、メンバー固まって、はい、メンバー固まって、はい、パンダちゃん先頭に、パンダちゃん先頭に、はい、ちょっと感想言ってって、ここどう、あの仙台と比べて。仙台と比べて、はい、仙台では、はい、なるほどね。調子良い、はいはいはい、じゃあ人形もちょっと前に来て、はい、あ、そうだね、さっき上から撮ってたけど、こうどう、ここから見ると。そうだね、ちょっといくつか感想言ってみて、どう、一体。はい、そうですね、なんかお客さんがたくさんいたりとか、うん、お店がたくさんあってすごい楽しいです。はい、じゃあ歩きながら行きましょう。はい、じゃあ、はい、どうぞ感想。いい、はい、仙台よりたくさんの人がいて、そしてたくさんのお店、すごい可愛いお店もたくさんあって、うん、お買い物したいなって思いました。はい、どうぞ。はい、なんかお祭りのような楽しい気分になれる場所なので、とっても楽しいです。はい、はい、初めてアマちゃんのロケ地に来たんですけど、こんなところで撮影してたんだなってすごい思って楽しいです。はい、じゃあゆいちゃんにも聞いてみましょう。はい、ゆいちゃんモノマネで、はい、どうぞ。ゆいちゃんこっちですね。あ、こっちか、ゆいちゃん、はい、ゆいちゃんのモノマネで。はい、じゃあモノマネで、はい、私はアイドルになりたい。はい、じゃあアクション、アクションのモノマネで、はい、ジジジェ。はい、あ、ごめんごめん、あの有名な創業50年の都まんじゅうさん、はい、ちょっと行って。すごい、はいね、じゃあ
すいません、まだまだ、すいません、さっきお邪魔しました、はい、イケメンのもうね 50年やってるから、ちょっとあのいろいろレポートしてみてください。変わりましたか、アマちゃんのロケ地の、撮影した後、はい、あのお客さんにいましたよ、あのやってましたね。はい、じゃあちょっと一回まんじゅうを食べながらちょっとレポートしましょう。はい、何人いる？11人。すいません、お願いします。じゃあちょっとその間少しどういうお店だか感想言ってみてください。そうね、こう見れるんだね、手作りでね。あ、すごい面白い。なんか、すごい美味しい。匂いもいい香りがしていて、はい、甘い香りが。美味しそうです。結構食いたいね、はい、お腹が空いてきて、もう甘い香りが、ね。じゃあちょっと一人一個食べてみようか。はい、そうです。はい。お、なんかあれだね、この前そういえばオリーメ優勝したんだね。はい、何人優勝したんだっけ？私たち BS スカパーで放送されているご当地アイドルトリセツ館っていう番組で見事優勝することができました。おー、じゃあ後でね、歌声もね、あの披露してくれるということでね。あ、来た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 、よし食べてみよう。食べよう。はい、パンダちゃん、パンダちゃんにもちょっと味見させてあげよう。美味しいか、美味しいか。いいよ。はい、およくいじられてた子だね。はい、いいよ、食べて。うん、はい、うん、ふわふわ、あったかくて、はい、なんかふわふわしてる、ふわふわして、美味しい、美味しいです。はい、どうですか、すごいいい匂いします。はい、どうぞ。いただきます。中にいただきます。あんが、白あん、はい、白あんが入ってる、美味しい、白あんです。はい、あとでね、あのお土産も買って、あの土産に持ってきますんで。はい、じゃあありがとうございます。じゃあもうちょっとパクッと食べて元の位置戻りますよ。はい、はい、じゃあパンダちゃんのモノマネで、はい、はい、味見言って。パンダちゃんのモノマネ、はい、いいよ。じゃあパンダちゃんが喋ります。はい、お名前どうぞ。はい、はい、いいよ。パンダだよ。はい、じゃあ行きましょう。食べて食べて食べて、はい、はい、元の位置戻るよ。はい、さあ紹介もそろそろ終わりとなってきました。今日の衣装は小工場です。あ、そうそう、この、ね、衣装は何なの？小工場です。はい、じゃあ、はい、最後の挨拶やるよ。はい、じゃあ、はい、いっせーのーせ。はい、最後締めてください。